12日、今12日の朝ですね、日曜日です。でもまあ今日はね、今この動画はいつも通りで、1日前の話になっちゃうけど、11日の分として撮っておりますけど、っていう感じです。まあ、今日はもう12日で、これからこう試合なんで、その試合前の一言として、なんかあげたらなと思います。ということで、今ね、今日アウェーゲームなんで、全員でみんなでバスで行くんだけど、そう、こんな感じです。で、今ちょっとその、ね、スタジオルネジのクラブハウスに向かって歩いてるって感じですけど、いやー、まあ今日は、第2節かで、なんかチームとしても新しいものにチャレンジしてるのは間違いないから、うん、だから、まあ、そこがどう出るかっていうのは少し楽しみなところになると思うし、まあ、チームとしても個人としても結果を求めていかないといけない第2節になると思います。で、まあ、チームはもちろん大事なんだけど、勝つことがもちろん当たり前にね大事なんだけど、もちろん個人としても結果を求めていかなきゃいけない。で、もちろんチームが結果が出ることで自分が評価されるじゃないけど、自分の価値が上がっていくのは間違いない、意味がある存在になるのは間違いないと思うし、まあそこでプラスアルファのところでももちろんチームに貢献するのは当たり前で、プラスアルファで、まあ、自分でゴールを決めるであったりとか、まあ、自分で絶対的な守備を打ってボールを守るとゴールを守るとか、まあ、パスの部分で仕事をしていくっていうのはできていくと全然違う結果になってくると思うから、そこは自分の中で求めつつやっていきたいとは思ってる。なんで、まあ、すごく楽しみなところがあるので、まあ、本当に、まあ、まずはサッカーを全力で楽しんで、その中でまあ結果を求めていきたいと思います。で、そうだね、もちろんあのポジションがあるからやたらめっちゃ走ることは許されない、もちろん枠組みがある中でプレーするけど、でもまあその中で90分間通して、まあ、わかんない、スタートで出るのかまだ発表されてないからわからないけど、メンバー入ってるから、まあ、試合出たら自分の持てる力を全力で 100% 出していきたいなと思うし、まあ、昨日の動画でも挙げたけど、本当にクロアチアでのチームのね、オーナーだった息子が、まあ、スラーベンベルーポっていうね、ところの、まあ、話したけどね、昨日のから、まあ、バイエルに行ったように、本当にサッカー何があるか分かんない、ね、サッカー何かあるか分かんないと思うから、本当に一生懸命、まあ、何があるか分かんないものだからすごく生もんだと思うんで、うん、だからまあ自分にももちろんそれがあるし、チャンスがあるし、マジでやっていきたいと思います。こんな感じで今日はこんな感じで終わると思いますし、試合前の意気込みとして、もう試合出た時にはもう爆発してやると思うんで、頑張りたいと思います。以上です。じゃあね。